株式会社クリップコーポレーションは、愛知県名古屋市畜作に本社を置く日本の企業。1982年1月に、湯浅商事の孫会社であった、湯浅教育システムチューブの代表取締役に、現在、クリップコーポレーションの社長である、井上健氏が就任して、学習塾を開始、その後、湯浅教育システムチューブの譲渡を受け、それが、 現在のクリップコーポレーションの前身となる。同社設立までの経緯を象述すると、当時、湯浅商事は、コンピューター学習に用ききやる気を販売のため8社の反社を設立し、そのうちの1社が、湯浅教育システムチューブであった。しかし、価格が20万円以上する機器は飛ぶようには、売れず、どの反社も苦戦し、多くの反社が撤退を余儀なくされた。 その一方で、井上は、発想を転換し、異なるビジネスモデルを思いつく。それは、当該機器を設置するための事務所を準備し、そこに生徒を集め、機器の使用法の説明と学習指導を行い、月謝で資金を回収するという学習塾モデルである。このビジネスモデルを実行し、事業として軌道に乗せたのが、同社のクリップ事業の走りである。塾名は、やる。 キー学園であり、愛知県の豊明市に第1号教室を開いた。学習用コンピューターを活用した個別指導による学習塾の本格的な展開は、この会社が先駆けとも言われている。現在は、やるキー学園の他に、ピックル進学教室、東京進学ゼミナールクリップなどの学習塾事業、サッカー教室事業、バスケット教室事業、 ツアーイベント事業、弁当の配食サービス事業や化粧品、健康食品の販売事業、金属加工事業、農業事業も行っている。クリップという名前は、クレバーリベラルインディペンデントポジトブの4つの言葉の趣旨を含み込んだ独自の造語で既存の権威におもねることなく、自らの知恵と行動力でビジネスに取り組んでいく決意と姿勢を表している。 他に化粧品販売、ケーブルテレビビデオシステムの販売、スポーツクラブ運営、飲食事業、住宅関連商品の販売、クリップアクトスタジオ運営など。新規事業として焼肉店の経営も始めた。創業以来、連続しての増収増益を続けていたが、ここ数年の業績は低迷しており、6期連続しての減収減益となっている。 減収傾向に歯止めをかけるため、接骨院、鍼灸院及び、マッサージ院、宅地建物取引業並びに不動産の賃貸、管理、鑑定及びコンサルタント業、古物営業法に基づく、古物の売買、IT に関する企画開発及び、コンサルティング、電子商取引に関する業務を定管に入れ、経営再建中、指導員と呼ばれる社員一名で、 生徒募集、学習計画作成、管理や進路指導、清掃などの教室運営全般を取り仕切っている。教室内は基本的にパーテーションなどで仕切らず、教室内のどこからでも生徒が見通せるようになっていて、指導員の目が行き届くようになっている。ここで、生徒一人、数との学力に合わせた個別対応指導が行われる。ここでいう個別対応指導とは、あくまで、 豊かな人間性の育成と学力の向上を目的としており、1教室あたり指導員が7から8人の生徒を担当し、1指導員あたり1日3枠をこなすシステムとなっているところが他の個別指導塾と一線を画す。教室は住宅地に置き、証券は教室から半径約2トルで親子が歩いて30分で通える距離としている。 対象は小学校1年生から中学3年生で、医学年、医教科、医内容をモットーに、生徒に勉強の仕方を指導し、自学自習する能力をつけるためのサポートをすることを重視している。生徒は通常週2回が用意、月謝は平均1万8000円である。生徒1人あたりの年間売上高は平均33万円と、 個別指導型の学習塾と比しては低めの設定である。科目は主要号強化。開発部と呼ばれる営業部隊が開設時に証券範囲内の小中学生に対して生徒募集を行い、初期段階で再三ベースに乗せるのも特徴の一つである。そのために同社は全社員の1割を開発部に配備している。開発部では 3から4人が班を組み、計4班で営業を担当する。教室数は4期連続して減少していて、平成17年3月期で116教室となった。ありがとうございます。